40歳とか50歳とか。ういろうやないけど。薄いみたい。薄い。じゃ、ういろうから何になりたい？土偶の。土偶。視聴者さんからの質問をざっくりと答えていきたい、はい、私も痩せたいです。あと5キロ、はい、何したら痩せますか？その人の体重にもよるし、今の生活にもよりますけど、食事、まあ、見直すのが一番かな。写真撮ってみて。甘いお菓子等食べたい時どうしてましたか？また停滞期はありましたか？ありましたよ。あんま減らんなみたいな。和菓子とかケーキとか食べたかったけど、カロリーだけやないでめちゃくちゃ砂糖とかが入っとったり、うん、やっぱ比べてみたら、まあ、食べれるものもあるけ、そういうのを選んでいったらいいかなって。私はそうしました。お菓子食べたい時どう対処しましたか？砂糖とかが少ないやつとか食べたね、うん、カロリー少ないやつとか、うん、洋菓子和菓子お菓子も食べましたか？食べてたらどんなもの食べましたか？オートミールにチョビコーンフレークとか、はちみつ紅茶。糖質制限中だったら OK みたいな。チョコとか。運動してるんですが体重が減りません。しなくても体重減りますか？食事改善はしましたか？食事改善しました。食事を見直した方がいいかなと思う。産後空腹には悩まされませんでしたか？食べたよね、お腹空いたら。何を食べるかっていうこと。菓子パンとか食べたら太る。それやったら鮭おにぎりとかの方がいい。タンパク質がちゃんと入った、まあ、玄米とかもいいしね。産後いつからダイエット始めましたか？食事は子供と別ですか？パスタとかは太りにくいんやけど、クリームとかバターとかいっぱい入れたら太るけど、トマトパスタとか子供と一緒で、子供は海鮮嫌いやけど、私のだけ海鮮入れた味にして、子供はナポリタンとか。だってめんどくさいもん、うん、ダイエット辛かったですか？辛くなかったです。本当に？私は特に旦那さんと一緒にできたっていうのは、それが一番の楽しかったことかなと思うね、うん、一人でやるダイエット辛いね、うん、1ヶ月何キロペースで落ちましたか？だいたい基本1です。1キロずつで、だけ無理してなかったんやと思うけど、うん、あんまりブワッチ痩せたらブワッチ戻る可能性高いけど、ちょっとずつちょっとずつやったね。モチベーションのアップダウンありましたか？またモチベーションは何でしたか？アップダウンは多少はあったかもね。落ちにくくなったらそこまで減らんけど、まあでもめちゃくちゃもうやめようかなとかはないけど、うん、ちょっと食べて増えとったら悲しくなるし、自分が綺麗なママになりたいとか、腰の肉減らしたいとか、入らんくなったパンツが履きたいんやとか、それがモチベーションかな。気になる部分ありますか？今はお尻よね。だけ睡眠時間返上で筋トレして、うん、脂質制限して、うん、ストレスと授乳の空腹感で我慢できずに過食、授乳中の食事コントロールと低月齢の間の時間の作り方どうしてましたか？それはきついわ。絶対まず寝た方が、もう筋トレはちょっとお休みして焦らず、うん、絶対授乳したら無限にお腹すくし、まあ、そういう時太りにくいんやけど、タンパク質意識した食事やったらいいと思う。あと野菜とかしっかり食べとったら別に食べていいと思う。ちょっと待ってください。本当に運動なし。はい。散歩ぐらいやね。時々。月に。出勤ぐらいやね。妊娠で太ったわけではないですけど、産後元に戻す以上に痩せれますか？痩せれるよね。痩せた。まあそうやね。痩せてるね。お菓子は食べましたか？食べたけど、その中スナック菓子とか食べんくなったな。ポテトチップスとか、食べんね。ショートケーキとか減った。楽しんだ後の食事教えてください。あと友達ランチ行きましたみたいな。そば、親子丼、トマト海鮮パスタ。油をそんなに使わないで作る。糖質制限の時はいつも通りに戻す感じやったね。なんか抜いたりとかせんやったね、一切、うんうん、逆に抜かん方がいいよ。子供が寝てから旦那さんと食べたり飲んだりしますか？太った時はコンビニのスイーツ食べよ。そうやね。なくなったら水やね、飲んでも。しっかり食べるようになったけ。お腹いらん、そう、いらんくなったんよ、これが結構ね。何時にどのくらいの量、食事内で取っていましたか？これちょっとまた別にしようか。これから奥深いと思うけど、継続の秘訣を教えてください。根本的なことはね、多分その買い物のパターンが変わる。うん、なんか今まで買い寄ったものやなくて、うん、鶏胸肉。ああ、ベースがね。そうそう。だけ、そういうものが、やっぱり冷蔵庫にないと続かないから、卵とか。買い物から、多分食材選びから変わったから、で、大体あったら食べちゃったり飲んじゃったりするやん。痩せる前と後では、
体調に何か変化ありましたか？私すごい頭痛持ちやったんですけど、もうそれはなくなったし、元気やね。もともと健康やけど元気。もう小学校2年生の子供も抱っこできんやったけど抱っこできるようになったり、身が軽い。走れる。そうそうよね、走れる。だって70キロやったんよ。70中盤いっとったんだ。20キロさ、今の荷物抱えとるときさ、1日の疲労感もそれ相当きついよね。今からさ、リュックにさ、20キロの砂詰めてさ、毎日歩いてくださいって言ったらさ、毎日減ってたやろ。運動せずに、どのようにして減っていきましたか？まあ、月1キロずつぐらいなペースをね、うんと、ゆっくり1年間かけて。これでも12ヶ月で12キロは減るけね。やっぱそんだけ食事の内容って大事っていうことよね。うん。そうね。運動より食事制限の方がダイエット効果高いですか？高いと思います。でも制限中か、食事内容やね。制限、まあ制限って言われたら制限やけど、でも別に食べれるしね、食べていいけ、そのなんかこんにゃくとサラダで痩せますとかそんなんじゃないかね。睡眠時間とおやつはどれくらい食べてますか？睡眠時間は。睡眠時間は7とか6とかかね、うん。おやつはどれくらい食べますか？おやつは今は食べんかったり、ちょっとだけ食べたりやね、でも子供のお菓子もらうのはもうなくなったね。食べ過ぎが続き、一人落ち込んでいます。ストレスがね、あるやろうなって思うけ、まずはそこを自分を大切に、そのストレスが解消できるような、なんか解決法があったらね。まずはね、そっからダイエットしたらいいってことだね。フォローと繋がっとうしね。何から始めたらいいか分かりません。まずは写真を撮ってご飯の。朝昼晩のその自分のご飯を取ることから決めたらいいかな。食事は何に気をつけてましたか？甘いものとか食べたい時なかったですか？みんなやっぱ甘いもの食べたいよね。食事はやっぱりさっき言ったみたいな、一日の、まあトータルのカロリーやったりを気をつけながら、油物と、まあ、ご飯一緒に食べるようにするとか、油物減らすとか、料理の時もサラダ油じゃなくてオリーブオイルで、オリーブオイルもまあ量ちょっと意識するとか、あとはタンパク質しっかり食べる、食べ物から私は大体取るようにしてるけど、そういうことかね。甘いものはそのカロリー全体一日食べ過ぎてなければ夜じゃなくて昼食べた方がいいね。食べるんやったらあるよ、食べたい。あるよ。質問は以上になります。はい、では最後、まとめ。運動なしでも痩せれますけど、ウイローになります。ウイローになってから今は土偶を目指しているという。運動でも痩せるけど、理想の体には慣れることがあるよと。まあ、人それぞれウイローでもいいっていう人もいるかもしれんけどね。こうスッとした体になると。メリハリはないと。メリハリない。でもやっぱ土偶、土偶がいい人はでも一旦痩せてから鍛える、中パターン。私はね、今日は産後運動なしで16キロ痩せた1年間聞いてみたということで、ありがとうございました。じゃあまた次の動画で会いましょう。